ロイヤルさんがですね、はい、大変な頃を経て、うん、今ではその新卒の、はい、スタイリストさんたちが1年間で離職する率が非常に低く、はいはいはい、まあ、この関西地区においても代表されるぐらい低くなってらっしゃるということなんですが、そのあたりの取り組みをぜひ聞かせていただきたいんですが、はい、その一つにこういう社内報みたいなものがあると、はいはい、毎月毎月この社内報を、はい、発行されていらっしゃるということなんですが、はい、この社内報にかけている思いとか考え方をぜひ教えていただきたいんですが、はい、毎年毎年編集会議みたいなのをしながら、うん、今年の社内報どんなにやろうかみたいなことをうちのデザインも入れながら話するんですけど、はい、できるだけ現場の登場人物が多くなるようにということで、はい、いろいろ工夫はしています。これコンテンツ面白いですよね。そのまずトップページがあって、はい、斉藤社長からのメッセージ、これは社内に向けたメッセージですよね、はい、そうですね。この6月号は貢献というメッセージがあり、はいはい、その隣のページには斉藤社長とスタッフの方の対談版、対談の記事、これはうちの店長順番に、はい、店長さんとの対談記事、毎月毎月、はい、そして次のページはアワード&イベントニュースというですね、はいはい、アワード、いわゆる真実の瞬間賞、うん、ロイヤルおもてなし賞とあるわけなんですけど、うん、これちょっと教えていただいていいですか。こちらの真実の瞬間は本部で毎週やってる朝礼の中で良かったとこ探しというのをやるんですけど、うん、それぞれ良かったとこ探しの1ヶ月分を集計しまして、うん、はい、一番良かったものを真実の瞬間賞というものです。それは本部が店舗に視察に行って、はい、いいとこ探しをして帰ってくる、はいはい、そうですね。はあ、それを1ヶ月集約して、はい、一番良かったところにこの賞がもたらされると、はいはい。その次のロイヤルおもてなし賞は、はい、ロイヤルおもてなし賞はそれぞれ現場から上がってきた MVP ですね、はい、エピソード付きの MVP、はい、それぞれ上げていただいて一番いいものを、おもてなし賞にしています。それは店舗ごとに上げてくるんですか。はい、店舗ごとのマネージャーが上げてきますね。店舗マネージャーが一人選んで、はい、この人はこういうエピソードでこういうのは素晴らしかったから、はいはい、おもてなし賞の候補として上げますと。そうですね。それは店舗マネージャーにその権限があるわけですね、はいはい、それでみんなで選んで1位選んで表彰される、はい、はあ、なるほど。そしてこれ店舗スタッフの紹介、はい、さらに就業規則追加のお知らせって総務からのお知らせなんかもあって、はいはい、あと今月の誕生日があり、はい、新しいメンバーのご紹介があり、で3ページ目になると、あ、先月の活動報告ですか。活動報告、はい、来店者数、客数が57、40、29とこういうふうになってますよと、はいはい、あと新しい取り組みとかですね。あとこういううちは総会のことを予祝会って言ってるんですけども、はい、予祝会がいつ開催されますよという告知をしたり、すごい、ありがとうございます。そして最後の4ページ目にこういったお店のランキングですか、はいはい、そうですね、スタイリスト別のランキングと、あと各店ごとのランキングですね、はい、KPI があって、KPI、はい、競い合ってるわけですね。ポイント制にしてまして、はい、これが毎月毎月、はい、更新されて、はい、この広報の方々によって広報されて、はい、これが各店舗に貼られてるわけです。プライベートに貼ってますね。プライベートルームのところに貼ってあって、はい、じゃあその自分の休憩の時間とかにこうやって皆さん見てるわけですね。そうですね。だから次はね、できたら親御さんとかはい、ご家庭にちゃんと届けれるようにちょっとしたいなと思ってるんですよね。素晴らしいですね、はい、これいつぐらいからされてらっしゃるか。いや、これはもう先代の時からずっとやってます。何十年と続く、はい、毎月毎月、はい、先代の時からやってるのは、この名前もラポールという絆という意味なんですけど、このロイヤルラポール6月号、はい、これですね、はい、これも変えずにやってます。ここ変えずに、はい、あともう一つ変えずにやってるのは、もう誕生日の時の手紙はもう必ず全スタッフ書くんですけど、これも先代がやってたことをずっと僕も踏襲して、はい、図書券を入れて、図書券を入れて、はい、誕生スタッフの誕生日におめでとうございますと、はい、どんなメッセージを書くんですか。その子に関わるエピソード、だいたい5行ぐらいありますけど、だいたい全部埋めて書きますね、はい、それも先代から引き継いでる一つなんですね。そうですね、はい、これだけは絶対しろって言われてたんで、ずっとやってますね。そうですか、はい、それも先代が感動というものを生み出そうというところに通じるんでしょうね、はい、そうですね、はい、またそのスタッフさん、社内がこう活気づくためにですね、はい、リーダー勉強会とか、はい、リーダー道場とかっていう、はいはい、いわゆる社員さんがその勤務時間外に、はい、その自発的に斉藤社長が塾長になって、はい、集まってくる勉強会もあると伺っています、うん、どんなことを勉強会されてるんですか。これもね、もともと先代が斉藤塾っていうのをずっとやってまして、はい、それを僕も引き継いで、はい、名前を変えてリーダー勉強会というのをしてるんですけど、はいはい、特になんか
あのリーダーを育てるとかっていうよりも僕も一緒にこうあの生徒の中に混じって、うん、一緒にあの成長させて勉強させていただくような、うん、あの会なんですが、はい、1年目がリーダー勉強会で2年目はあのリーダー道場というのに変わるんですけども、はい、リーダー勉強会は主にあの目標設定の立て方とか、うん、あと、まあ、本を読んでの感想とか、うん、あと最終あの自分の理念とかみたいなものを、はい、作って発表するみたいなところまでを1年かけてやるというですね。月に1回、はい、宿題とかもあるんですか。もう毎回宿題あります。毎回宿題、じゃあ次の会までにこれやっとかなきゃいけないと、はい、あともう一つはあの勉強会やった後の振り返りメールーで、まあ、僕ももちろんあの返答はしますけど、なるほど、でちょっとそのやり取りを、じゃあ勉強会があって振り返りメールがあって、それに斉藤社長から返信があって、また次に向けた宿題があって、はい、勉強会があると、はい、勉強会ある、はい、その12ヶ月繰り返し、はい、はー、でリーダー道場になるとあのほぼ毎月課題図書があるんで、その読書感想文をみんなで発表し合って、なるほど、で道場の振り返りと読書感想文みたいな形になりますね。それ1年のスパンに何人ぐらい集まってくるものなんですか、はい、自発的ですよね。そうですね、多い時でしたら8人9人は集まってますけど、今ちょっと少なくなって3人ぐらいになってますけど、はい、それをだからあの正社員向けと、はい、あの個人事業主向けと2つやってますね、はい、それも斉藤社長の重要な仕事なんですね、はい、これは非常に極めて重要ですね。重要、はい、どういう部分で重要なのかぜひ。どうしても現場で仕事してますと、やっぱこう現場 の, あの目の前のお客様とか、まあ技術系的なことっていうのはすごく熱心にやるんですけど、それ以外の学びの機会を得るっていう機会が極端に少なくなりますので、まあそういう意味ではあの月に1回そういう場をあの非常に勉強熱心な子たちにあの提供できるじゃないかなということでやらせていただいています。あともう一つはまあ心の持ちようとかですね、はい、あと僕がいろいろやっぱこう学んでる中で気がついたこととか、うん、まあ、いろいろこの過去に経験したことなんかも、はいはい、あの彼らに伝えて何かあの今後彼らが生きていく中での礎になったらいいなということで勉強会させていただいています。なるほど、はい、1回につき何時間ぐらいの。1時間半ぐらいですかね。1時間半ぐらい、はい、濃いですね。1時間半でそれだけ。そうですね、いつも毎朝8時からやってましたんでね、朝の朝の、はい、その後各現場に散っていくと、はい、時間があればそこからまたお茶飲みに行って沢会いうのもやってましたけど、近況報告したりいろいろアホな話もするんですけど、